みやちんデラックス袋の旅イエーイ始まりましたね。どうも皆さんこんにちは。こんにちは。今週も始まりました。はい、1週間ぶりのご無沙汰でございます。はい、今日ねお天気も良くて、昨日雨降ってたんですけど、はい、今日お天気も良くて暖かくて良かったですね。そうですね。はい、今日のゲストさんありがとうございます。わざわざ千葉県からおいでいただきました。それでは自己紹介よろしくお願いいたします。はい、千葉県香取郡東の庄町より参りました、柳堀裕太と申します。よろしくお願いいたします。はい、どうぞどうぞ。私一般社団法人オンラ未来会議というですね、はい、地域 NPO をやっておりまして、はい、それは地域 の無価値を価値化して、はい、地域の良いものを探っていこうという団体です。はいはい、あと、私自身、はい、北イクリエーションというですね、広告と広報 の会社をさせていただいております。よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。はい、お願いします。はい、素晴らしいですね。地域のことと、ね、すごい取り掛かる。私この間お話を聞かせていただいたんですが、はい、なんかもう素敵なお仕事をされてまして、私が興味すごい心身のお仕事されてるんですよね。はい、それを皆さんこの時間で収まるか心配ですけども、はい、いろいろ今日は柳堀さんに聞いていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、まずですね、生まれは東京なんですよね。あ、そうなんですよ。1歳、本当に1歳の時には、はい、うん、中央区の築地山陰で生まれて、で父の、まあ、転勤というか、はい、生まれ故郷 の千葉県香取郡東の庄町に、うん、はい、移動するっていうのを、で18歳まで、田舎暮らしをずっとしておりました。はい、でそれからまた、そうですね、で映像の、専門学校を、はい、に入りまして、はい、で映像勉強した後、なぜか知らないですけど、まずラジオ局に入って、でその後、衛星放送の、会社に入り、で編集スタジオを経てテレビコマーシャルのプロダクションに入るという、ちょっとプロの方ね。だからね、今日はねもう声の出し方が違いましたね。さすがです。ありがとうございます。もうこの出だしが違ったので、ね、顔だけじゃないんですね。いやお恥ずかしい。でも見た目もなんかクリエイティブな感じがしましたね。本当ですか。ありがとうございます。さすがです。ね、ちょっとムチムチですけど、はい、ね、いつものゲストさんと違った感じですね。ありがとうございます。はい、もう慣れてらっしゃるって感じがしたんですが、いやいや全然全然。でそれで今はまた千葉に戻ってということなんですね。そうですね、はい、去年、5月に戻らせてもらって、うん、はい、一般社団法人オンラ未来会議というものを立ち上げて、地域がですね、東庄町っていうのは1万3000人ぐらいの町なんですけれども、5校あった小学校が4つ廃校になるということになりまして、じゃあ1つの学校にも統合されたってことですか。そういうことなんです。ということは1つの学校の子どもの人数が多くなったってことですね。そうですね、ものすごいバンと増えちゃったんですよね。で1校、そのうちの1校をお預かりして、活動しているという形です。じゃあこの今持ってらっしゃる社団か会社なんかで、はい、指定管理っていう形ですかね。あ、実はですね、もう、賃貸なんです。あの賃貸なんですか。賃貸契約で、もう、お預かりしていて、で我々の裁量でやらせていただいているという、それはまた変わった感じですね。だいたい指定管理で受けるところが多いんですが、やっぱその辺がちゃんと賃貸でお家賃をいただくってところがさすがですね。賃貸を、させていただいているので本当 払わないといけない、僕らが町払わないといけないって感じなんですけども、そこはもう廃校になってしまっているところではあるので、基本的には無償賃貸にはなっています。ただやっぱり学校維持管理するお金が年間数百万かかるので、そこは持って、やっているという形です。はい、そうですね、やっぱり維持するっていうのは大変なんですよ ね。やっぱ使えば使うほど、でもその中でどんなものがその廃校を利用してらっしゃるんですか。どんな形で。そうですね、まずですね、我々一般社団法人オンラー未来会議のオンラーっていうのがですね、はい、私たちっていう意味なんですよ。地域の言葉で、方言で私たちっていう意味で、オンラー、オンラー、
で、あなた方のことをワンラーって言うんですよ、はい、オンとワンでちょっと英語みたいですよね。方言があったんですね。おしゃれな方言ですね。調子弁って言われてるところなんですけど、でオンラーの、オンラーっていうのが伝わるような範囲の人たちの未来を、うん、会議しましょうという、いわゆる会議体なんですね、で毎週毎週立ち上がってから毎週会議をずっとしていて、でその会議で出てきたことを次の週には実践をして、でも検証をして、でまたそれを直していくっていう形でやるのが基本ベースのお仕事、お仕事というかやっていることですね。全員地元の出身で一回東京に出て、で戻ってきたリターン組が、ほぼですね、でもそういった方の方が地元の良さって分かりますよね。そうですね。一旦若い頃に都会に出たいななんて夢をいっぱい皆さん持っていって、でそれで都会で夢を叶えて、でもやはりこの夢をもう一度地域に戻ってなんとかみんなの夢を叶えてあげたいって素晴らしいですね。いやいや、そんな、そうですね、なんかそうなんですよ、やっぱりその U ターンっていうのを今求めてるところも多いですよね、はい、今までみたいに行ったら行ったっきりではなくて、やっぱ若者がいろんな知識や経験を持って戻ってきて、また地域の若者にそれを伝えるっていう、そういうことって素晴らしい文化になりませんかね。そうですね、あと僕もそうなんですけど、先祖代々の土地があって、田んぼとかも東京ドーム2個分とかあったりとか、先祖代々漁業権があったりとか、家があったりとか、なんとなくこう負債に思ってしまったりすることも ねあるけど、実はものちゃんと活用できたらすごい資産になるので、そういう、土台があるところに戻ってこれるっていうのは、特に大人になってから、やっぱりすごいプラスになってるなって今すごく思ってますね。少しの財産でもいいのです、ある地元にあるってこと自体が強みですよね、やっぱり。そう思います、やっぱり地に足をつけることだって言われたことがあったんですね、私も地元の財産をね処分してしまったんです、その時にやはりね胸に風が吹くんですよね、寂しくて、そしてある方が、皆さんはねもうその土地に帰れないのよって言われたことがあって、あなたの今度は実家は東京よって言われた時に、なるほどと思った時に寂しい思いをしたんですね。だから私も今下呂温泉出身なんですけども、何か東京で頑張って下呂温泉に恩返しができたらいいなと思って活動してるわけなんですが、もう柳森さんはもう地域に帰ってそれをやってるってことですよね、リアルに。距離がねそんなに遠くないっていうのもありますので、実家っていうのもあるんですけど、本当にただのビジネスマンとして考えた時も、そのスペースを、すごい低い経費で、運用できるっていうのはものすごい価値のあることだなと思って今やっております。じゃあその廃校の中にはどんなものを今使ってらっしゃるんですか、廃校。そうですね、まずこの3月からですね、コワーキングルームが開設されることになっております。で、東京県外の方ですね、が、そこで 100% お仕事をしていただけるような場所っていうのを、3月から作っていこうかなというふうに思っています。で2階にはですね、有名美大の教授の方の作品が一堂に来ておりまして、それを見ながら、みんなでそういうクリエーションを行う、こうクリエーションスペースみたいなものも、おそらく3月ぐらいには開けるんじゃないかな。じゃあもう来年度はそういった形で忙しいですね、はい、そうですね、実際に事業が始まっていくって感じですね、でそれは柳森さんがそういった方たちに貸し出す形になるんですね。そうですね、関係としてはそういう形になる、と言いながら自分もそこの関係者だったりしているので、なかなかその関係性難しいんですけど、その方たちと一緒に連携を取って事業を始めたりとか、でまた田中さんであったりその方たちがという複雑な関係で、でも皆さんにとったら柳森さんがそういったスペースをですね借り受けてやっていただくってことはありがたいですよね。ですかね、一回も言われたことないんですけどね皆さん心の中で思ってても、まだまだありがたみが分かってないかもしれない、もっと感謝してもらってもいいなと思って、駆け走ってるんですよね
なんか話聞いてたらもう1曲目の時間になってしまったんですけども、はいはい、今日の1曲目の曲なんですけども、はいはい、どんな思い出がありますか、この曲に関して。あ、そうですね、あの地元が本当にも何もないところで、うん、でその何もないところの鬱屈とした高校時代の、その気持ちを、あの晴らしてくれた、そんな気もあの曲になっております、はい、それでは曲名を、はい、煙で大銀杏です。すごい、ちょっと待ってってですね、はい、で、あのそうなんです、本当に何もなくて、もうその何もない田んぼ道を自転車で走りながらこう、ウォークマンでこれを聞いてたんですよね、うん、はい、じゃあその時の様子を目に浮かべながら、はい、聞きましょう、はい、それでは聞いてみましょうか、どうぞ、はい、ねえ、なんかいろいろと生でお送りしておりますけどね、はい、自分のいろんなことが起こります、いろんなことが起こります、ね、はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ聞いてみましょう、うん、どうぞ、する曲ですね。さすがです。素晴らしいです。それでちいさんからお知らせが、はい、はい、トレルフレッシュですね。はい。なんか5×7センチくらいのコンパクトな機械ですが、はい、あの空気をきれいにしてくれる除菌消臭効果があります。もうスタジオはいい香りしかしません。しますね、はい、安全な、はい、スタジオで、はい、番組を進めております。すね、はい。じゃあ。はい、それでは、はい、もうね、面白い話がいっぱいあるのでね、はい、聞きたいこといっぱいあるんですけども、はい、今度ですね、この NPO もやってらっしゃいますよね、はい、この NPO を立ち上げてまだ1年ということなんですが、はいはいはい、これはどんなような。そうですね、あの先ほども、はい、あの出てますけど、一般社団法人オンラ未来会議が、はい、まあ、一応ごめんなさい、はい、あの形式上の NPO ってお伝えしてるんですけれども、はいはい、あのその活動をしておりまして、はいはい、あのコンセプトが無価値の価値化ということで、はい、地域に無価値になっているものを価値化していこうということです。で、行動指針としては人生をかけて行う本気の片手間ということで、あの地域の人たちが地域のことを自分たちの手で、あの良くしていこうと、はいはい、でそれはあの職業じゃなくて、ちゃんと
もうそのなんか生きていく中の一つとして、うんうんうん、あのまあ、片手間だけど本気でみんなでやっていこうっていう、うん、そういった団体になっています、うん、はい。なんかストーリーを見つけて作って、これストーリーって今大事ですよね、はい、いやそうですね、このものはこういうストーリーが出てきたんですよとかね、うん、そういったストーリー作りっていうのはね、うん、やっぱりそこのところに目をつけてらっしゃるわけですよね、うん、なんかちょっと、ね、ネタに近い話ですけどね、うん、はい、何かをネタにあの面白い話をしていくみたいな、うん、ちょっとお笑い芸人さんみたいな。先ほどね、曲の思い出の中に自転車で田んぼの間の道を走りながら、うん、はい、ね、都会に対しての夢を思いながら、やっぱどんなものを地域に作っていきたいと思われました？そうですね、いや本当に何もなくて、でみんな職業の夢とかが公務員とか、そんな町だったんですよ、うんうん、で僕なんか中学校の時にみんなで学園祭であの映像作品を作って、うん、はいはい、あ、映像作るの面白いなと思って、うん、この職業になるためにどうしたらいいんだろうと思ってたんですけど、うん、そんなヒント何もないじゃないですか、ね、うん、もう本当鬱屈した気持ちで、うん、あ、辛いなと思いながらさっきの大市を聞いてたんですけど、うん、あのそんな思いを今の子たちにさせたくないなと本当に思っていて、でこんだけこうデジタルの情報がこうちゃんと取得できるような状況なのにもかかわらず、それをね、うまく使えてないっていうのももったいないなと思っているので、あの東京からの距離みたいなものも考えて、まあ地域の子どもたちが40年後もその人口が減ってても、うんうん、強く生きていけるような、うんうん、あのそういう子どもたちが育つような場所にしたいなっていうふうな思いがあります。なるほど、はい、私ね、昔こういうこと言われた方がいらっしゃって、学校の先生なんですけども、田舎の子ほど夢に遠いって言われたんですよ、うん、で都会の子は夢が叶いやすいと、うん、やはりその夢につなぐまでに周りに何もないので、うん、やっぱり経験もね、出ることができないですし、どういうふうに夢につながっているのかわからないっていうこと言われたんですけども、まさしく今柳森さんがね感じられた時、子供の時にそれだったんじゃないですかね。でスタート地点がやっぱりね遅いんですよね、東京から東京に出てきたりとかして、ね、大学で勉強した後になんか、うんうん、ね、これが夢になろうみたいな人多いじゃないですか、もっと前からね、そうです、もう子供心からね、うん、もう夢がしっかり出来上がっていると違いますよ ね、うん、そうですね。で今年ねオリンピックありましたけれど、うん、あの堀米くんとかね、あの金メダル取りましたけど、やっぱもう小さい頃からもう金メダルを取ることに目標を置いてね、あの日本一になるとかじゃなくて、うん、もうまずもう金メダル取るところからスタートしてるっていう、うん、そういう時代なんだよなと思います。今はね、そうなんですよ、私たちの頃には金メダルなんて夢の夢の夢の夢ぐらいでしたね、本当に、うん、夢見ることすらできないぐらいの ね、 ね、夢でしたね。私たちの頃と今柳本さんって年齢が違うので、今失礼なこと言ってしまったと思うんですけども、でもこのまだね、はい、お若い柳本さんでもそう思うということは、うん、やはりまだまだね、地域離れますと、うん、そういう夢が遠いなと思ってるお子さんいるんでしょうね。と思いますね、うん、最近小学生の夢ランキングみたいなものがあって、うん、で1会社員とか、うん、2公務員とか、そういう話だったりするんですけど、僕思うんですけど、いつから夢は職業になったのかと、うん、そうですよね、はい、夢と職業は違うことですよね、はいはい、まあ、誰々さんみたいになりたいっていう話、うんうん、と職業はやっぱちょっと違う話だと思うんですよね。そこもあるんですよ、私もね、学校でこれあったことなんですけども、職業と夢とお母さん別々に考えてくださいって、だからみんな子供たち、ね、あ、夢を書いてくださいって時に、やはり現実的なことを書いてくださいって言われたんですよ、と思って。だからサッカーの選手とか、デザイナーとか歌手になりたいっていうようなことは、うん、お子さんに書かせないでくださいって言われてくれて、私びっくりしたんですけども、夢だから何書いてもいいじゃないですかって。私中学校の時に、DJ になりたいって書いたことあったんですよ。で、うん十年経ってこのような機会に巡っているので、ですね、やっぱり口に出すと叶うって言うじゃないですか。そうですね。あの言霊というように、だから口に出してればね、私絶対叶うと思うんですよね。そうですよね。僕も小学校の時の夢が、NBA 初の、あの日本人プレイヤーになることって書いたんですけど、叶ってない夢それだけで、後の夢はほぼ全部叶ってきてて、
あの入りたかった会社に 入るとか、あと廃校使ってこんなことやりたいって言ってたもん、実はもう7年ぐらい前からずっと言ってて、で実現してたりとかしていて、あの叶わない夢ってほぼないのではないかっていうふうに思ってます。あとね、口に出さないから皆さんがねチャンスくれないと思うんですよ。あなるほど。口に出してれば、うん、そういえばあんなことあの人言ってたよなとか、うん、っていうことで情報が入ってくると思うので、うんうん、やっぱりきっと柳森さんもみんなに話してたんじゃないですか夢を。まあそれは本当にありますね、うん、あの、はい、うん、だから彼に話を振ってみようとかね、うん、私も思ってみればいつも口に出してるんですよ、うん、もうあれやりたいこれやりたい言わなきゃいけないんですね、うん、そしたらねやっぱそれこそ私も叶ってるんですよ、うん、すごい、うん、ねえ。で今夢が、うんうん、さらにあるんですか、ええ、今あの博士になることが夢なんですよ、小学生、小学生かって話なんですけど、うん、でも、やっぱ口に出せば叶いますよ、はい、あ博士、そうですよね。この博士っていうのは何の博士ですか、うん、そうですね、あの今もそうなんですけども、うん、実証実験中でして、あの3年前まであの大学院で、あの修士課程っていうのを取らせてもらったんですけど、あのその時の、まあ、論文で、まあ、個人をメディア化していきたいと、うん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 、あの街を、うん、その形成する最小単位は人で、うんうんうん、その人が輝き出すと街は輝き出すっていうことを家庭に人をその輝くための方法として、うんうん、あの個人をメディアにしていくということを今実証実験していて、でそれをぜひあの海外の大学で博士課程として研究していきたいなっていうのを、素晴らしいですね、目標にしてるんですけど、すごい輝いて見えます、はい、すごいですね、いやいやいや、なんかね博士に見えてきましたね、本当ですか、博士です、うん、ちょっとで、ね、スーパーマンです、すごい白衣っぽくて、ね、素敵な、もうそういった分野だったらこの格好で素晴らしいですね、またロコも素敵ですよね、ありがとうございます、ここね、はい、これ何のあれですか、あのうちのその廃校の名前がトゥーノーっていう名前なんですよ、知るためにっていう、知るために、はい、でトゥーノーの、うん、あの上がトゥーで下がノーになってるっていうトゥーノーロゴになってます、はい、これもデザイナーの方が考えたんですか、これ僕 で今度デザイナーさん、本当日本を代表するデザイナーさんが改めて作ってくれるロゴが出来上がるので、またそれのお披露目は12月中旬ぐらい、じゃあ次回ですね、ありがとうございます、はい、それもぜひ見せていただきたい、ありがとうございます、ね、はい、楽しみですね、いや実は会社の動画もあるんですよ、ね、ありがとうございます、いやもう流せる時間ありますか、大丈夫ですかね、はい、お願いいたします、ねえ、ぜひ見てみたいですね、はい、はいはい、興味津々ですね、はい、はい、楽しみです、なんか本当にこう大生産地なんでね、あ、はい、どうぞどうぞ見てみましょうか、はい、いや素敵ですね、日本の東側ですね、いや素敵、あ先ほど話してたその田んぼのあぜ道ですね、そうですね、富田川なんですよね、まあ、利根川とかそういう河川の河口付近ですね、やっぱ東京の隣なので、大消費地の大生産地なんですよ、thank you.
小町っていうドメインなんですけど、トゥーノー小京の小町。あ、なるほど、はい、すごい、はい、復帰してきました。すごい、いや今見せていただいて、ね、柳森さんの言ってる意味が分かりましたが、はい、でもこういった活動を柳森さん中心になってやってらっしゃって、はい、なんか今の子供たち幸せじゃないですか、地元の子たち。ね、そう思ってもらえる段階までね、うん、はい、で持ってくる。先ほど東京から来た子って言ってましたけど、はい、東京から見えたんですね、そのために。そういう農業体験ね、ぜひぜひ私も大事だと思うんです。あの、私はやっぱりゲロで海がないんですね。で、あの中学校のね、あの修学旅行が、ある静岡県の海岸沿いに来まして、地引き網を体験するんですよ。いいですね。で、2日目がディズニーランドなんですよ。で、どっちが楽しかったって言ったら、地引き網の方が楽しかったってみんな子供たちは言うんですって。だからやっぱみんなでね、力合わせてね、網を引くのがね、あとそれを開きにして、で、後日届けてくれるんですって。農家、すごいですね。ね、その民宿の方たちが。ね、それを聞いた時にやっぱり海を知らない子どもたちにはやっぱり海のもの、やっぱり土を知らない子どもたちにはやっぱり土の体験をすると、こういうことは成長にあたって大事なことですよね。素晴らしいですね。ちょっと感動しました。いつも新しいことして感動してるんですけども、今日はちょっと感動の度合いが私は違いますね。ありがとうございます。ね、嬉しいです、はい。じゃあ今後もこういった活動で、うん、まあ、いろんなのところの省庁ともお仕事されてるんですよね。あ、そうですね。あの本業で言うと、うん、あの映像を主軸としたコミュニケーションツールのクリエイティブっていうお仕事をさせていただいていて、まあ、企業の、あの、なんですかね、CM をもう作らせていただいてるんですけども、あの自治体さんの、あのコミュニケーション周り、まあ、まあ、やらせていただいたのは、あの年金ってよくわからないものを、はいはい、あの高校生大学生に分かっていただけるような形で、あの誰がその授業をしても、あのある質が保てるような、そういうパッケージを作らせてもらうみたいなことを、それ大事ですよね。そうですね。年金のことは、まあ、私ももうそろそろもらえるんですけど分かってないんですよね、やっぱり。あんまりね、そうですよね。それをうち、はい、子供の頃から説明しておくと、年金払う意味も分かれば、そうですね、今支えてくれてるのはね、将来の子供たちなので、やっぱりそういうことを考えて、分かりやすい動画っていうのを柳森さんは作ってらっしゃるってことですね。やはりこの全体的に地方創生って形ですよね、事業としたら。そうですね、なかなかその、この言葉ってすごい難しいなと思っていて、地方を創生するってどういうことみたいなことだったりもするんですよね。いろんな捉え方があるんですよね。はい、もう地方はそこにあるのに、それを創生するってどういうことなんだろうみたいなことも、あの概念としてやっぱね、そのみんなで考えないといけないかったりとか、あと結構産品を作ることだったりとか、産業を作ることが地方を作ることになったりとかもするんですけど、やっぱり地方って人の集まりだから、それをこう得だと思う人とそうじゃない人も出てくるじゃないですか。だからそういうことも含めて、なんか納得感のある言葉が生まれてくるといいなと思ってるんですよね。もうちょっと分かりやすく、地方創生ってひっくるめてしまっても、あんまり私もピンとこなくて、で最近私もそういった事業をやってるので、地方創生ですねって言われると、そうなのかなって、やっぱ地方に住んでる人はピンとこないかもしれませんね。特にそうですね、地方の人には分かりづらい。創生ってあるのにいろいろみたいなね、それをもっともっとよくしていただく、お手伝いをしていただけるんだったら別の言葉でもいいのかなって、思いますよね。ああ、内容が濃くてもう次の曲に行ってしまうことになってしまいました、はい、それではこの思い出の曲をお願いいたします。チューブ、クレバー、クレバー、あ、クレバーさんの全速力、はい、そうです、三浦大知さんと一緒の曲でございます、はいはい、これはどんな思い出が、もう本当に去年とか辛かったんですよ、立ち上げる時期で、であのそれをあの支えてくれた音楽です、はい、これを聴いた時に苦労を思い出すと、はい、それでは聴いてみましょう、どうぞ。
けな最高にしたのはどれくらいだったっけな何分いや何秒間見えた気がしたんだ君の背中があの時の俺にはあれが全力だったんだって分かったんだ力をつけなくちゃこのままじゃ遠く離れてきっと追いつけなくなるからあえてストップ当然思った怖いってさそれでもひたすらに繰り返したトライエラートライエラー今も聞こえる闇の中いつだって探していたんだコントロールなんてできないほどにいつかやってくるチャンスその時逃さずにスパートずっと持ってたんだその時必ずやスパーク何してきた何見てきた何に気づいて何に傷ついた何を超えて今ここに着いたか自分で分かってるはず一瞬すら永遠に感じていた増えてでも今だ今しかないぶつけてやる全て喪失感共感危機感危機感全感浄化浄化全感浄化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 になったシグナルはついにこうだ全速力全速力全速力俺の体の核に、余さず伝えたいんだこのやる気と出かけがビジョン、wow、あの日の日じゃない力をしっかりリアライズしてる今こそエキササイズできないなら一生できないぞ立ち止まったからこそ出ることができたら結果リアルに身軽になったステップアップさらにジャンプアップもうないホルモンまさにの爆発毎回1億が1兆が1のチャンスが今回駆け巡る信号運んでくれこのショートゴッドもっともっと全速力で三浦大知さんって、はい、ダンスうまいですよね。いやすごいですよね。実は私も元ダンサーだったんですよ。驚きですよね。今着物着てます。そうですね、私スーパーマンの2人と番組を送ってます。そうなんですよね。で三浦大知さんとシットキングスっていう、はい、本当日本を代表するダンサーさんとね、うん、よくコラボすることがあると思うんですけど、うちの息子もダンサーなんですね、もうシットキングス様はもう崇めてますし、ね、本当にそうですよね、やっぱりダンス業界もなかなかね、うん、難しいところ、うん、株式会社にしてねやってらっしゃいますもんね、うん、シットキングスさんも、そんな方とコラボしてる三浦大さんもすごいなと思って、本当にちょっと余談でしたけど、はい、ありがとうございました。ちょっとテンポのいい曲でちょっとまた元気が出てくるところで、はい、あとですねこのいろんな知識を持ってらっしゃる、うん、なぎぼりさんなんですけども、思い出の旅行っていうのはどんな旅行がありましたか？そうですね、2021年4月なんですけども、はい、ちょっと疲れたので、はい、ドライブに行って、ブーンって走ってたらですね、本当に何の気もなし、何の調べないで、群馬の前橋の方に向かってたんですけど、途中でものすごい桜があって、古墳の上に咲いてる桜だったんですけど、もうその桜が今までで見た中でも本当信じらんないもう桜で、ああいう経験ってすごい
ね、タイミングよくですよね、はい、その桜咲く期間って短いじゃないですか。そうですね、そう一番咲き誇ってる時に出会えたのはまた縁ですよね、うん、いや本当そうなんですよ、うん、で僕はあの趣味がロケハンっていう、はい、あの撮影場所を探すのが趣味で、はい、あの何の目的もなく行って、うん、なんか気になるところがあったら寄ってみたいなことで写真撮ってみたいなことが趣味なんですけども、うん、そこは一番いいロケハンでしたね、うん、へー前橋どの辺にあるんでしょうか。あれはもうちゃんとあのね、うん、あの情報はどっかにあるんですけど、ちょっとあの多分覚えてなくて、そう前橋と前橋ではないんですよ、うん、前橋はだいぶ手前なんですけど、ちょっとねあの調べておきます。ありがとうございます。行ってみたいですね。いい時期にね桜を見に、そうですね、なかなか春って忙しくて私ゆっくり桜見る時ないんですよ。なかなか、ね、あもう桜気がつくと散ってるんです。そうですよね。来年こそは見てみたいですね。だいたい三月とかですから ね、 ね、三月は忙しいですよ ね、 ね、なんかバタバタしてましてね、本当にうん十年とゆっくり見てないですね。本当にそれがもうじゃあ今までの心の残っている旅行ってことです ね、うん、ですね。基本的には旅行はお好きなんですか。いやーなんかちゃんと旅行って行かないですよね。ですよね、多分こんだけ忙しくって地域のために動いてますと毎日が旅行じゃないですか。まあそうですね、なんかあの、うん、やっぱ映像の撮影の仕事してるので、撮影地行ったりっていうのあって、あの JTB さんとお仕事させていただいてた時があって、HIS さんじゃないんですけど、JTB さんの私がお仕事させていただいてた時があって、でその時は、あの旅行地に行って、あの楽しんでるやつを撮ってくるみたいなやつで、イスタンブールとかローマとか、あと四国台湾とか、うん、なんかそんな感じで行かせてもらって、全く旅行気分じゃない旅行地に行くっていう、感じなのはあったりとか、仕事ですね、やっぱどっか行くとしたら、うん、仕事でそういった観光地に行ったりすると、うん、それが旅行になっちゃうんですよ ね、 そうですね、私も一緒です、ね、もう仕事で全国の温泉地を回って、それも私も JTB の仕事だったんですけど、ごめんなさい、一使いましょうよ。それでやっぱり行ってますと、いろんな温泉地に仕事行くのね、うん、もうそれがね旅行なんですよね、私にとったら。だからワーケーションツアーとか今流行ってるんですよね、うん、やっぱり旅行先でお仕事ができるみたいな ね、うん、ね、そんなことも今私も計画してるんですけども、ね、やっぱりなんか旅行先で 100% 仕事ができるっていうのって大切ですよ ね、 いいですね。あの結局その休まらないじゃないですか、まあ、本当に仕事全くパッツンとしなくていいんだったらいいですけど、そんなことってあんまりないじゃないですか。ないですよね。だからなんか旅行先にもちょっと 100% 仕事ちゃんとできるような場所があるとやっぱいいなと思いませんか、ね、っていうわけで出来上がるんですけど、ね、その通りです。でもちょっと帯広行ってきたんですけど、うん、ちゃんとコワーキングスペースの中にちょっとちゃんとね、ズームができる部屋があったんです。すごいですね。でそこでね、やってたので、ほっとしました。やっぱね、うん、旅行行ってても、何百円の時間、電話あったりするじゃないですか、うん、打ち合わせがね。で、ちょっとスタバで、はい、あの、うん、ズームミーティングするのもね、ねちょっと周りの目も気になるしな、ね、みたいな。集中できないですしね。そう思うと隔離された場所があると ね、 そうね、ありがたいですよ ね、 そうですね、まあ、世の中もそうなっていくでしょう ね、 そうですね、うん、このオンラインで仕事ができるっていうのもなかなかね、うん、今このコロナのせいと言ったらいいのか、おかげと言ったらいいのか、はい、そうなると地方の方とすぐつながれるんですよ ね、 いや本当そうですね。今までは行かないとできなかったのが、うん、今は本当に九州の人だろうが北海道の方だろうが、うん、簡単にね打ち合わせができるので、うん、これは本当にありがたいことですよ ね、 そうですね。でもやっぱりリアルに会うのが一番いいんですけど ね、うん、ね、そうですよ ね、 ね、はい、ほんとだから私も海外旅行はねどっちかというとスタディーツアー多いんですよね。あ研修みたいな、そう、うん、そうするとそこの国の小学校を見学したりとかですね、やっぱりいろんな施設を見学したりとかってそういうのが好きだったので、まあのんびりする旅行はあと20年ぐらいって言ったらいくつですかって感じなんですけども、とっとこうかなと思ってるんですけども、次は桜ですよ先生、ね、桜で見に行きましょう、はい、行きたいとこだらけです。行き当たりばったりの桜です。行き当たりばったり桜、はい、はい、もう本当基本的にはこの柳森さんっていうのはやっぱ小さな頃のね、うん、あのこの地方に育った閉塞感っていうのが現在の仕事の源になっているわけですよね。いや、本当そうなんですよね、うん、あのもう僕らスラムダンク世代、あの、はい、バスケットのスラムダンク世代なんで、はい、もう9歳からずっとバスケしてて、18歳までずっとバスケしてて、まあ今も
バスケしてるんですけど、まあ、バスケット部で、もうバスケットしかしなかったんですよで未来の夢はちょっと分かんないけど、うん、なんかとりあえずバスケだけしてて、うん、で他なんかデートする場所もないし、うん、なんかみんなでこうやって集まる場所もないし、うん、本当に嫌だなと思ってて、うん、もう15歳ぐらいから東京に行こうと思ってたんですよね、でそれが今の原動力になってると思うんですよね、はい、あのやっぱり自然を毎日見てますと当たり前になってくるんですよね、うん、今度はビル街を見てみたいとかね、で東京には何があるんだろうとかっていうようにね、うん、子供の頃に夢膨らませてたんでしょうね、うん、いや結局やっぱり、うん、あの 10代の男の子って、うんうん、あの基本ベースモテたいがあるじゃないですか、ね、かっこよくありたいとか、モテたいとかあるじゃないですか、はいはいはい、あの街でかっこよくありある状態って、うん、かっこいいよって思える大人が正直ちょっと一人もいなくて、ね、もう そういうことですよね、そういう閉塞感があったんですよね、だから僕らがかっこいいとか、うん、ああなりたいなって思ってもらえるような大人になってるっていう、でこんな大人もいるんですよと知ってもらうみたいなことが、うんうんうん、あの活動のベースなんじゃないかな。そうですよね、将来、はい、柳堀さんみたいになりたいなっていう思うような子も、ね、もういっぱいいるんでしょうね、はい、ここで拍手ですねいるかな、あの高校に、あ、うん、校庭にあの小学生が遊びに来てくれるんですよ、で来てくれるとあの柳堀さんみたいな感じで呼ばれて、遊ぼうみたいになるんですけど、いいんじゃないですか、同じ関係なく小学生だと思ってるだろうと思って、うん、違うよ、でもね身近なねかっこいいお兄さんがいるってことですよ、そうなんですよ、嬉しいんですよね、でも先ほどもちょっとね、うん、番組の前にお話したんですけども、うん、やっぱり自分が切り開いていくって大変なんですよね、はい、誰かちょっとしたそのヒントを与えてくれたら、うん、る人がそばにいたらもっと楽だったんじゃないかなと思うこともありますよね、いや、そう思いますよね、うん、とにかくやっぱりあの知っているっていうことがすごく大切だと思うんですよ、でその中から選ぶっていうことがすごい大切だと思うんですけど、うん、やっぱその東京の子どもの知る量と田舎の、うんうん、あの知る量がやっぱりもう差がありすぎると思うんですよね、情報差がありますよね、はい、だからそこは本当に、うん、まあ今のありがたい時代の流れでね、そうですね、そのだいぶ昔よりはね、はい、情報がね、結構田舎の方でも、うん、で海外の人とつなごうと思ったらすぐつながったりとかできるわけですから、うん、なんかまあそこは本当にあのデジタルテクノロジーちゃんと使って、うんうんうん、あのでまあ、とさっきも言ったみたいに土を触れないとか、うん、あの海がないだったりとか、うん、まあ、東京じゃ、うん、その得ることができない体験も含めて、うんうん、あのもうその地域で、過ごしている高校生が世界一こう、羨ましいって思ってもらえるような、そういう地域になっていくといいなっていうふうに、高校生が羨ましいと思う地域、すごいね、やっぱ多感な時期にそういった経験ができて、うん、それから海外に行く、それから東京に出るでもいいと思うんですけどもね、うん、やっぱそういったものを土壌としてあっていくのとなくていくのでは違いますよね、そうですね、素晴らしい構想ですね、ありがとうございます、まあ本当スタート地点にもまだ立ってないぐらいなんですけど、いやいやいや、はい、全然素晴らしいじゃないですか、立ってますよ、はい、本当ですか、素晴らしい方をね、コロナグループに入れるっていうより助けていただきたいですよね、こちらこそ本当、あのね、あの少しずつこう人が集まってもらえるような場所になっていくようにしますので、うん、なるでしょうね、その時にはぜひよろしくお願いします、ね、いやもうネタがいっぱいで言い切れないんですけども、第2弾いつやりましょうかもう早速ちょっとチェックしなきゃいけないですね、はい、あのでも柳森さんも忙しいのでね、早めにちょっと予約しとかないと難しいかもしれませんね、あの情報はあの、ノートとフェイスブックで主に出してまして、はい、あのオンラ未来会議っていうふうに、はい、まあ、オンラぐらいで多分出てくると思うんですけど、はいはい、出ました、ありがとうございます、ね、あ、これはあのプレゼン資料で使わせてもらってもんなんですけど、はい、ちょっと送ってもらって、何ページか送ってもらうと、はい、今ね使っている、はい、ちょっとそこら辺で、ちょっとバック、はい、これが今、うん、あの我々が活用している小学校、廃校ですね、はい、はい、で3階がコワーキングルームになって、2階は美術、こうクリエイティブスペースで、で1階にはテナントが入っていて、で校庭は毎月第2日曜日にフリーマーケットをやっていると
いう感じになっています。体育館は何に使ってらっしゃるんですか？はい、体育館はですね、まだあの町の持ち物になってまして、うん、あの地域活動に使われています。でそれ以外は全部我々のものになってますね。しかし冗談じゃなく何もないですね、はい、いやすごいですよね、はい、で僕はい、フリーマーケットで無料ですか？フリーマーケットも出店料も全部無料です、はい、すごいですね。でその代わり僕らもあんまり手加えないので、うん、とにかくその地域の人たちが自分たちで、うん、あの素敵な場所を作ってってもらうっていう、まあ、なちょっとしたトレーニングみたいなもんでもあるんですけど、うん、そうですね、はい、でそれが何回も何回も続いていくと、うん、あの勝浦の朝市だったりとか、うん、そうですね、ああいう、ね、なるといいですよね、形になるのかなと思って、うん、もう名物になるといいですね。そうですね、うん、あの朝市に行こうみたいな感じで、うんね、そうですよね、うん、そういう形になるという、きっと早くなると思います、ね、ありがとうございます、ね、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。時間があっという間に終わってしまって、最後の曲なんですが、はい、この曲の思い出は、はい、緑黄色、はい、社会のメラという曲なんですけども、はい、これがですね、あの地域活動を行うようになって、まあ、うん、あの今ちょっとずつこう前に進んでるんですけども、うん、それをあのこれを聞くと、うん、またみんなの笑顔のために頑張ろうって思えるような、うん、元気が出る笑顔ですね、はいはい、じゃあ笑顔で聞きましょうか、はい、それでは皆さん、はい、またこの曲を最後なんですけども、はい、来週もお会いしたいと思います、はい、宮地インデラックス黒の旅、また来週ごきげんよう、はい、ごきげんよう。ありがとうございました。今なんじゃないメラメラ歌